それで物も物に形のあるものに対しては魂が宿っていて、魂は生まれ変わって生まれ変わっていろんなものに入り直していく。そしてその魂の方向性というのは全部決まっていて、誰かの役に立ちたい、それは言葉を変えて言うと喜ばれる存在でありたいということです。で、人間の魂で言うと喜ばれる存在であれば良いのであって、人と比べて抜きんでるとか自分が上に立つとか順位を上げるとかということに意味はありません。宇宙的な意味はありません。人を蹴落として蹴落として蹴落として一番になったけど、全ての人から嫌われてるっていう人もいるわけです。で、蹴落として蹴落として蹴落としてちょっと頭が薄くなったんですよ意味が分かんない人に答え出しても聞いてるんで、蹴落とさないで蹴落とさないで、あの福岡の髪っていうのもあるわけです。で、蹴落とさないで出会う人出会う人を味方にずっとつけていって、で、そのなぜ味方になってくれるかというと、その人が喜ばれる存在であるというのをやっていくと、喜ばれて喜ばれて敵対する必要が全くないということですね。で、そのように全ての魂はどの物体に入っていても喜ばれたいという方向性を持っている。わかりました。人間の心、魂も全部そうなんですよ。喜ばれたい、そういう方向性で、そのように生きている人はストレスがなくて心も病まないんです。が戦って争って牛耳付けをして人より抜きんでなければ上に出なければ人間の価値がないんだというふうに思い込まされている人は、魂が全然明るくならないのでストレス、その結果としてうつ状態になって、その結果としてうつ病になります。で、うつ病になってある時はっと気がつく、そうか、比べること争うことではなくて自分が喜ばれる存在であればいいんだ。それを一生涯出会わない人もいるんですけども、うつ病になった結果として小林さんの話を聞きに来ることができて、そうか、私の問題ではなくて、私が何番になるかという問題ではなくて、私が喜ばれる人であればよかったんだって思ったところから、うつ病は急速に回復します。まあ、簡単です。うつ病を治すのは自分を中心にして考えるんじゃなくて、社会の中の私、こっち西から向こうに船を渡す私まあそんなことはどうでもいいけど、魂は喜ばれたいという方向性を持っている。それは物体に入っているものは全部そうである。で、よく言ってるのは、小林から結婚30年経つんですけども、正確に言うと32年経つんですけども、その32年の間にコップが3回ほど床に落ちたこともあります。でも必ずこの角度で落ちる。あ、ちょっとたくさん入れてる。ここのところで落ちるんですよ。ここで、ちょっとテープのダビングを、ただのダビングテープを聞いてもらって、コップがここで落ちるんです。ここでそう、現場に来てないと見えないでしょ。その事件は現場で起きてるから。ここで落ちたがゆえに3回とも割れませんでした。コップが下に落ちたのに1回も割れたことがない。そして小林家はなんと結婚生活30年の32年の間に割れた食器が1個もない。なんと落ちた時に必ず割れにくい角度でしか落ちない。小林家の中で誘拐事件が起きたことがない。さらわれたことがない。
包丁がね、たまたまこのとこに出ていて、で歩いてきた時に服の裾が引っかかって足の上に、甲の上に落ちたことがある。くるくるくるっと回って、刃の方が当然重たいから、刃の方が、金属の方が下向いて落ちて甲にブスッと刺さりそうなもんじゃないですか。ところが2回そういうことがあって、2回とも柄の方で落ちた。ですね。とても不思議なんですけど、そのコップにいつも役に立ってくれてありがとうって声かけてると、コップはこの家の人たちのために役に立ちたいと思う、だから割れたくないんですよ。割れたら死ぬってことですから。でお前なんかが何の役にも立ってないじゃないかって言われると悲しいので、役に立ちたくないので早く割れることになります。でいつもありがとうねって言いながらコップに接してると、コップは壊れて命を失ってあっちへ行っちゃうよりも、この人たちのためにもうちょっと役に立ちたいと思うので割れません。物に全部心が入っています。で今までね、野球の選手ですごい人が2人いるんですよ。1人目王貞治、2人目はイチロー選手、鈴木一郎という人です。シアトルマリナーズのイチロー。この2人はバッターでこう構えていて、ホームラン打ちますね、ヒット打ちますね。バットのヘッドって分かりますか？バットの先端を地面にくっつけてから、それから手を離します。必ずバットを置いてから手を離します。バットを放り投げるということをしません。でそういうふうにバットをものすごく大事にしています。でイチローの場合はグローブもスパイクも全部オイルを塗り込むのは全部自分がやっていて、グランドボーイにやらせることは一切ないそうですね。道具をとても大事にして、でいざ配送して、配送して球を取ろうとすると、もう顔なんか見てないですよね。手をこうやって伸ばしたところにグローブの先にこう引っかかりますね。でファインプレーっていうのが彼の場合はすごくたくさんあるわけですけど、あれグローブが3センチぐらい伸びてるんですね。ちょっとここのところ伸びちゃおうかな。でボールがフォークボールでストンと落ちるときに、バットがいつも世話になってるバットなので、この人のために、この主のためにちょっとバットを重くしてやろうかと思うわけですよ。そうするとこのボールでこの軌道で打とうかと思ってバットを振り始めたところ、バットが急に重くなるので、ちょうどバットが3センチだけ沈んだ。その結果フォークボールで3センチ沈んだところにちょうどマシンに当たってカキーンとライトスタンドへっていう、そういう構図になっている。王選手が800本を超えてホームランを打ったって、まあ、やっぱりバットがものすごく言うことをよく聞いてくれて、この2人はとにかくバットを放り投げたことがない。王選手のそのバットの置き方っていうのにものすごく私は興味があったんですが、それを30年ぶりに再現した選手がイチロー選手です。イチロー選手はね、フォアボールで一塁へ行くときに必ずバットをそっと置きます。ポンと投げ捨てたことがないんで、でバットを投げ捨ててた、一番派手に投げ捨ててた選手というのが、名前は言いませんけど清原っていう人です。名前は言いませんっていうのは 名字は言いますよ。某清原っていうどっかにいたと思うんですけど、その人はホームランをカキーンと打ってレフトスタンドに入るとそのままこうやって真後ろになります。そういうことを何回も繰り返していた人で、この人はホームランを取りそうになるとデッドボールであと2ヶ月がダメになった、打点を取りそうになるとその年だけより多く打点を記録した人がいるというふうに、不運の人でずっといい成績の時には必ずそれを上回る、ちょっと上回った数年に一度の人が必ずその時たまいて、
清原は結構すごい成績残してるんですけど、その年その年にちょこっといい人がいるんですよ。それで結局なんとか号っていうのが一個も取れなかったんですね。あんだけホームランを打っててもホームランを一回も取ったことがないんですよね。だから無冠の帝王って言うんですけども、運が良くなかったんですね。その運は野球の神様からあまり好かれてなかったみたいな。道具を大事にしてない。イチロー選手は道具を大事にしてる人である。イチロー選手は210本年間にヒットを打って70本が内野安打です。ボテボテのあたりです。それを駆け抜けて駆け抜けて70本が内野安打です。はい。だから3割、例えば3割3分っていうと、通常のヒットは2割2分だから、2割2分か3分ぐらいのクリーンヒットですよ。でもそれにプラスあと1割1分の上乗せされて内野安打が存在するってことだ。野球の神様がいるわけ。それは道具を大事にしているので、道具そのものが味方をしている。だからバットが重くなった、でボールがストンと落ちた、しかしそうはいかない、バットって。それで空振りする予定だったのがバットがちょっと重くなったので下の軌道になってホームランになってる。で道具も大事にすると、そのように持ち主に対して非常に好意的に働いてくる。植物もさっき言った盆栽の名人の話ですけど、植物も愛してる大好きありがとうって声をかけると、サボテンなんかは半年で溶けを落とすし、さらに4ヶ月ぐらい声をかけてると大輪の花を咲かせる。15年間全く1回も花を咲かせたことのないサボテンの 木というのか、サボテンに対して愛してる大好きありがとうっていうのをずっと半年声をかけてたら、本当にその産毛になるかトゲが落ちるかなんですけど、でさらにあと4ヶ月声かけてたら、15年間花を咲かせたことのないサボテンがものすごく大きな花を咲かせた。直径7センチの、サボテンを上から取ったら直径12、3センチの花が咲いたので、花しか写ってないという写真を送ってもらったことがあります。だからなんだかわかんない花だけですもんね。で大輪の花が咲いた、あの奇境というか佐野というか、非常に綺麗な花ですね、サボテンの花っていうのは。でサボテンが横から花が咲いたっていうのもあるんですけど、ちょうどその横幅7センチぐらいのものを覆い尽くすような、幅が10センチぐらいの花が咲いてたりね、結構大輪の花が咲きますね。サボテンの花って美しいです。でサボテンは枯らすの簡単なんですけど、無視をする、全然1ヶ月以上声をかけないと枯れます。サボテンは人間がとっても好きみたいで、植物の中でサボテンが一番人間との交流ができるみたいですね。一番手がサボテン、二番手がネムの木、3番手が私の感覚でいうと朝顔ですね。でこの前朝顔に、明日咲きそうな朝顔のつぼみ、この前って去年ですけど、明日午前4時5時ぐらいに咲くと思うけれども、起きてくるのが午前11時ぐらいなので、11時12時ぐらいに咲いてくれないだろうか、君は朝顔だけど明日だけ昼顔になってくれないというふうに声をかけました。まあそこに20人ぐらいの人がいたんですけど、翌日昼顔で咲きました。みんながすごいって言いました。そこで終わらないのが青函グループの特徴です。その昼顔で咲いてた佐賀に向かってこう言いました。今日昼顔で咲いてくれたのは嬉しいけれども、もう一つついでに喜ばせてくれないかな、明日夕方咲いてもらえないかな明日夕方の5時6時ぐらいに咲いてもらえないだろうか。そしたら翌日夕顔で咲きました。この話を講演会でしました。そしたらある人が、
前日つぼみで明日開くなっていうつぼみに対してこう言ったそうです。朝顔さん、朝顔さん、あなた朝咲くでしょう。朝咲いたら昼も咲いて夕方もずっと咲いて一日中咲いててくださいって言ったそうです。そうしたらなんと一日中咲いてたそうです。でね、この話も聞いた人がなんか挿し木でバラをこう増やしてる人がいて、これは面白い話だっていうので、バラなんか枝を挿し木でこう増やしていく方法があるんだそうで、で挿し木三代目、挿し木三代目で愛してる大好きありがとうを言い続けて挿していったら三代目で全くトゲのないバラができたそうです。トゲのないバラが三代目でできるってことは、バラでもそのくらいの顕著な反応を示すんだったら、自分の子供に対してそのように愛してる大好きありがとうを言い続けたらどれほどすごい子供になるかということですよね。と同時に自分の夫に対して、自分の妻に対してあら探しするのを今日からやめましょう。夫に対してあら探しするのやめませんかね。なんか感情がこもってる。あら探しをしないで、とにかく愛してる大好きありがとうだけ言い続けたら、男という物体に入っている魂はどれほど成長するか分かりません。子供という物体に入っている魂がどれほど花開かせるか分かりませんよ。で、皆さんは学校教育の弊害なんですけども、いけないところを挙げ連ねてそこを指摘して改善しろっていう、そういう教育方法に慣れちゃって、いい話らしいです。そういう教育方法に慣れてしまったけども、そのいけないところには目をつぶって、いいところをそのまんま大幅で伸ばしてあげるっていうのも一つの方法みたいです。それは空海さんと龍馬さんのようにめちゃくちゃに育つ人も出てくるわけです。物に対して、植物に対して、動物に対して、猫や犬に対しても愛してる大好きありがとう言っていくと、猫や犬みんな味方になってくれます。みんな懐いてくれますね。秋になるといなくなる、懐いて懐いてくれますけどね。で、その動物もそのように言っていくと必ず味方をしてくれるんですけども、さあ好物というものも役に立ちたくて存在している。お金というのも好物です。お金にも魂が入っています。この事実を知るとお金です。お金に対して喜ばれる存在でありたいというお金に対して、喜ばれるように使ってあげると、お金自身が喜んでこちらにやってきたなります。原理はとっても簡単です。お金もコップもサボテンも猫や犬も人間も全部喜ばれたくて存在している。で、喜ばれるように使ってあげるとお金は嬉しい。1日1000食出るラーメン屋に行ってお金を払ったら1000分の1の価値しかないんです。でも1日10人しか来ないお客さん、そこに自分が払いに行くとなんと10分の1の売り上げになりますよ。同じラーメン食べるんだったら、並んでる有名な店の2、3軒隣必ず黄昏れた店があります。有名な店の隣には必ず黄昏れた店があります。2軒並んで行列ができてるとこはありません。ここは20人並んでるので食べるまでに1時間かかりますが、この隣はすぐに入れます。で、この隣の黄昏れた店に入るとなんと1日10人の私の売り上げは10分の1になるのですから、お金にとってはとても喜ばれます。で、そこでラーメンを頼むとラーメンが出てきます。親父さんが指を入れてこう出してきます。親父さん、親指が入ってます。そういう親指が大丈夫ですよ、扱いませんか。
そういう問題じゃないですか。ねえ、指が熱いくらいの熱いスープにしてください。そんなぬるいスープにしないでちょうだい。で、まあ、幼い頃とか小中学生の頃も理髪店って床屋さんに行ってね、中学生ぐらいになるとひげ玉が出てくるわけですけども、それでひげを当たるっていうんですけども、ムシタオルを乗せてひげを柔らかくしてからドリドリと剃ってくれますね、床屋さんがね。で、首まで白い布をかけられているので両手が出ません。で、こうやってやってるとものすごい熱いタオルが乗っかってくることがあります。ちょちょちょ、もう皆さん熱い熱い、手が出ませんから、とにかく熱い熱いって言うしかない。熱い熱い熱い、暑かったですか、そうですか、我慢できる限り思ってたんですけど。よっぽど暑かったんですね。お宮さんも熱い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 、それでどっか置くところはないか、置くところはないか。あった。今わかったんですか。ラーメン屋の親父でそうやって親指入れてくる人もいるわけですけど、これね、実際に食べてみるとまずい、だからまずいからラーメン屋来ないわけですけど、そこで丼の縁に手をかけて、指をかけて、私の体の一部になってくれてありがとうって声をかけると、突如として味が変わります。ラーメンの味が変わるのか、私の喉越しが変わるのか分かりません。私の体の細胞とこのラーメンが今の一言でちゃんと対話をします。で、このラーメンはこの体細胞に全部なりたいような味に変わります。つまり、私の体になってくれてありがとうって言われたら、この人の体に全部入りたいとこのラーメンが思うわけです。で、喉越しもこのラーメンに合うように喉の側が変わるのか、味の側が変わるのか分かりません。とりあえず私にとって美味しく感じるような味に変わります。対話をしています、体の細胞とラーメンがね。麺が変わります。これを対面方式と